アースセンチュリー2017、ジオン&ザ・アースフェデレーションコンティニューとインプリメントストレングシングオブモビルスーツ。モビルスーツオーバーフローイングトーオンバトルフィールド。ザ・ゲームバランスワズコラプシング。バンナム風装ザ・シチュエーションシリアスリーリミットスザ・パフォーマンスオブザ・モビルスーツ。デベロップフォースフィールド。イットテイクスザ・イニシャルオブザ・ネームスオブザ・スリーデベロッパーズ。イットワズコールド MNS システム。ザ・ MNS システムデモンストレイテスイッツパフォーマンスウィズアウトリグレット。イットイズノーロンガーポッシブルプシーアモビルスーツコスト360ティオアモアオンザバトルフィールド。しかし、ディフィート。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。ディフィート。我が軍の敗北です。撤退してください。ちょっと待て。あたしのネタをパクった上に1分も出番なしとかふざけんなよ。さすがに気づいたか。気づくわ。せっかく人が映画のナレーションごっこしてたのに。気が利かないなぁ。もう十分堪能しただろ。それじゃ今回もゆっくりしてけよ、おめえら。な。視聴者様をおめえら扱い。後で職員室来なさい。ごゆっくりしていってくださいまし。そういったわけで、ありふれた盛んのガンダムオンライン。また私のセリフを。第13回。今回も、前回の連邦編同様にみんな大好きトーナメント。コスト340限定戦を連邦側で参戦しますよ。ということは今回も長くなるわけだな。まあ1年に1度か2度のお祭りだしたまに入るよね。280コスト戦の時、連邦はさっくり初戦敗退してたが。動画にするくらいだから多少はね。それじゃさっきのは脳幹ってことでいつもの。くどいような気もするけどまあいいか。今回も最後まで。ゆっくりしていってね。というわけで、まずは2回戦。初期ジムで一番に突っ込むよ。まずは2回戦っておかしくないか。1回戦の相手は、私が参戦しているのを見や、一目散に逃げ帰ったから不戦勝だよ。なんだシードか。でへ、じゃねえぞギロチンしたろか。私もお首から追いつかないです。何十にギロチンはねえのか。と言ってる間に扱いのビームは緊張上がり。ここからさらに連続撃破。は無理だったか。突然ですが第2回戦はここがハイライトです。は。この後は、我がジムチェで一組に行って燃やされて、弾幕すげえな。初期ジムでさらに一組に行って、倒されたけど一奪還して、ビームタイム50秒の悪魔ね。下にレーダーを気に入ってる間にやっぱり1取られてて、2回に芋掘りされて終了。割と転倒してるだろ。本番はここからだよ。ちなみにこの時点で、実は取らず防衛して警備稼ぐ作戦に方向転換したみたい。南にネズミが来てたから試作4号機で出撃。割とよくあるシチュエーションだな。ネズミとの隠れんぼ中。味方が何かを撃ち始めたな。エロビーが全然当たらない。普段あまり使わないものを持ってくるからだ。ネズミを倒した後はコンテナを回収するよ。で、その後10分くらい南でコンテナ拾ってたりしてたよ。ネズミとの遭遇戦で撃破されたか。と思ったら救いの光が。支援さんありがとうございますだ。しかしまあ、特攻バカが黙々と10分以上コンテナ拾ってるとかどういう風の吹き回しだよ。勝利のために必要なメソッドディス。
防衛とかに参加しなかったのか。なんかみんな強くて大丈夫そうだったから、あえて私は裏方に回ってみた。このチーム、強い、確信。前回それ言って結局決勝で負けてたよな。負けフラグが、なんぼのもんじゃい。で、補給した後はまたコンテナ回収。実は全くブレていないな。ちょっと引くわ。母は、怖かろう。最終決戦の予感がしてきとう開始。ぼちぼち相手のやけっぱち全力突があっても、おかしくない時間帯だからな。したはいいけど、特に突とかは来てなくてなんとなく前に出たら湧いて前まで。お、拠点殴り成功か？これ拠点殴れるやつじゃないの？最後にちょっとくらい見せ場来るか。と思ったけど固定砲台が残ってて無事死亡。お疲れ。これ、核持って行ってたら倒してたよな。それを言ったらおしまいよ。むしろ核の邪魔をしたのである。次だぜん。で、その後初期ジムでいつも通りゾンビアタックしてる間に、味方側へ勝ち割ってダメ押し。もうやめて、ジオンの HP は大体0よ。ジオンよ、恥じることはない。軍殺が弱いのではなく我々が強すぎるのだ。勝ち馬ライダーが調子に乗りすぎだ。馬にも調子にも乗ってダブルライディング。ウプ主のしょうもないダジャレで2回戦が締められたな。3回戦は道軍、タクラマカン砂漠。だからここは競技向きのマップじゃないと何度言えば。まあ今回はジオなしだし、初動で終わることはない分マシなんじゃないか。このマップは道軍だとコンテナが少なくなる特別ルールのせいで、通常と逆に右側が有利になるんだよね。あくまで、個人の感想です。それじゃあ時間をしてるから出撃までカット。ジオでの一瞬の隙を突いて拠点破壊が両軍とも成立しないから、重要になる一番を全力で取りに行くよ。初動はプロガンか。もう宇宙テイク88年だというのに。96年だったことがあったような。そして今月末から93年になるな。気が早い話だけど、キャッチャーが一番楽したら、またユニコーンにするのかな。それはまあお相手だ。なんでプロガンなんだ。この戦場で唯一、360コスト起用の高性能ビームライフルを持てるからだよ。高火力、高弾速、高収束と3拍子揃った強武器。当たらなければどうということはない。前方機体、スリムすぎる。お前の機体も、スリムな連邦機体、なんだがな。ダミーで一番の防衛をするよ。時間が連続していないな。間に初期ジムが出たけど、シュート消したからカットしたよ。このビームと砲弾の嵐の中では、輝いたり、その夢を諦めたりはできない模様。コスト高いクロマキを起こそうとしたけど間に合わなかったので、カイキャノンを起こすよ。ここにも機体が、急いで復活させるよ。危ない場所だな。と言ってたら狙撃隊艦かな。隊艦では、蘇生と同時に第二者到達会計。とザニー交換なら交換職だな。突っ込み不在の地獄。隣のパチキンと、ダブルボケブリザードを放っている間に、味方のカップロが X 支配達成功したみたい。あの軌道位置からすると、アーチ上から X 屋根上のコースだな。下のラインが X の右側崖手前まで上がってるし、射角の都合で見えた頃には手遅れになるコースだね。走行してるうちに、また X が核の追加注文をした模様。その間私はというと、ジャニーと初期ジムでひたすらゾンビしてたよ。高コストで弾薬求めてうろうろするよりは役に立っていると思いたい。今更だけど、今回は倉庫の投資選手権優勝候補ビーム強化ユニットを使ってるよ。なんだってそれ。持ってるとビームの攻撃力が 7% 上昇する神アイテムだよ。
ああ、あれか、デッキボーナスの代わりに実装された自由機能ね。しっかり忘れてたわ。レベル2以降は1個 5000GP、レベル3はプレボと交換か、報酬コンテナにしか入ってない。誰が使うねん、っていうシステムだけど、今日使わずいつ使うんだよ。ってことで入れてみた。だからプロガンなのか。最強のビームライフル×ミッションユニット×ロケットシューターイコール破壊力。プロガンが残念特定なのは分かった。ちなみにこの技ビームとは、中央警戒中央兵の塗り壁に引っ殺されて昇天。マジ、デモンズボール。マンの自粛退場、ビムシュレベルに相当に強化されたロケシプロガン。おう、それじゃビムシュ選別するか。欲しい特性が来ない呪いを受けてるので遠慮しておく。せっかく出したプロガン、一瞬で増発。無駄に出すぎたな。残り2分？そろそろ敵の最後突があってもおかしくない時間。今度こそこのプロガンで。急にプロガン大活躍か。獲得集団に引っ殺されて見せ場ができたよ。まあ時間稼ぎできたし、いいんじゃね。防衛は死ぬことか見つけたり。お前、いつどこでも爆発してるよな。拠点を殴らせるくらいなら自治が倒された方がマシ。そういう納品スタイルですから。さすがにラスト突だけあって折りったけの核を持ってきたな。さすがに1個食らったけど。1個なら全く問題なしだな。よし、勝った？もう絶対大丈夫なことを確認してからの勝利宣言、あまりにもチキンハートである。残り14秒だけど、最後の核が X に入った模様。エジプト相手のハートが両方失われたな。このチーム、マジ強い。それ、前回のトナメ動画からすると、決勝負けフラグだが。そんなわけで、決勝進出、核だけで勝ったように見えるけど、前線上がってないと核運べないから。歩兵全員での勝利です。では、決勝戦レディー。なんかでじゃ。前回のトナメ動画では、いきなりとツビー食らって開始早々負け角食らったけど。今回は敵コロだし、ジオ抜きだから、初動突では拠点が割れたりはしないだろう。それじゃ、いつも通り出撃までカット。初動は定石通り、最初級だから北の防衛をしに行くよ。サントリーには行かないんだな。出撃人数の配分を見て、少ないところへ行ったらこうなったよ。早速うまいもし始めたな。せっかく参加しできたのに、北抜かれたら防衛で人が戻ってきて3取られるから、北補給出るまでの時間稼ぎだよ。ダメージは入るけどキルはできない模様。しばらく下で思ってたけど、ちゃんとれてないジオンが下を切ってきて、敵の方に引っ張られたよ。ちゃんと急の指摘だろうけど、攻められた以上押し返さないとならないので、A から出撃。またしても引き殺されそうな予感しかしない。敵は3番に向かったらしく、6はあっさり制圧できたよ。右側は補充1の都合で、6番を押さえておかないとならないのが面倒だな。3補給が出たけど、7にレーダーがないから置きに行くよ。ゲージに差がつき始めた四角でも刺さないと、相手はきつそうだ。次は3番の制圧兵。マサンが追っかけてきてるね。5人なんて一気に追っつけられたら、一瞬で蒸発するね。下は地獄だね。ジオとやってることがあまり変わらない点について。むしろマップに映らない分ジオの方が凶悪まである。とはいえ、エースはネットつかないから多少はね。サンダッシュ前にマサン時間切れ。コンテナを拾って、ここに立つと、下に降りず回収できると言い込めた。
まあザニーは死闘数秒だから、あまり重要なチェクじゃないけどな。で、次は6番が取られたから来たし。全員が死闘早めの中コステイコスを使っているとはいえ、両軍とも展開早いな。死闘は早いけど、遅いから前線まで何マイルだよ。って感じ。日本地点から 2.5 マイルだから、およそ 0.93 マイルだな。マジレスが来るとは。ドニーが倒された後、わがジムチェでいいから出撃したけど、3個が来そうだったから、どうして3死。ジオとその他380コストがいないと、これだけ緊迫した戦いになるんだな。効果力、高耐久でゴリ押しができない上に、前線戦はアイテムが使えないからね。補給艦絶対殺すもん。我がジムチェは倒されたけど、補給が割れた時点で私の勝ちだ。まあとどめ刺したのは別の人だがな。3番の攻防中に、相手の北前線が崩壊してて押し込めそうだったから、6から出撃。X に一人入り込めてるな。体質ダメージは入ってないけど、ガチガチ KD 戦中には致命打だね。ディアブロ2の日本語版かな。ちょっと調べてみたら、海外勢の翻訳版では結構出てくる単語みたい。南に核を持っていってるけど、間に合わないから4から3し。ちょっとゲージ差縮まったな。3し突撃したけど、ロッキャノンと相打ち。補給艦を出すみたいだけど、いいネズミが来てたから迎撃に行くよ。追加。CC 行ったから苦闘しようと思ったけど戻ってきたので追いかけるよ。万が一地域を裸拠点に入れたら逆転されるからな。予定通り3し。フェイサンダーボルトは苦闘がめちゃくちゃ速くて防衛向きの機体だよね。硬い、速い、火力もある。ジオとかクリアーマーダブルデータに隠れてるけど、この子も相当な強機体だね。だな。壁の裏に隠れてたら、あっちの壁の裏に隠れてたさらに小さいのに気づかず倒されたよ。酸素吸が出るから初期ジムで特攻するよ。コンテナを集めさせないように常に攻めていかないとな。泥沼、でも、楽しい。地獄の最前線が楽しいとかこいつド M に違いない。足りないなら道を開けたまえ。私が突っ込む。全員ノリノリである。とりあえず行け。そしたら自分か相手かが突っかかすね。それにしても厄介の時間がのぼかすね。内臓敵が強すぎるよね。なんかこう武装の個別修正じゃなく内臓全体にデメリットをつけたらいいと思うんだけど、例えば、内臓武器は切り替えた瞬間威力と BP と効果範囲が数秒だけ低下するとか、クイックスイッチの逆、みたいなもんか。ついでに、クイックスイッチ特性にそのデメリットを相殺する機能をつければ、クイスイカス先輩が大勝利、中勝利、くらいか。雑談してるうちに3は取ったけど下を押し込まれて若干ピンチ。でもなぜか祈祷スループ主。ちょっとだけ南に集団が見えたから、これ多分核ですわ。15分 KB して作った微妙な貯金を核で逆転された日には、悔しくて寝られないな。ここが正面か。今回試合内容がガチで、割とネタを挟む余裕がないぞ。ネタ動画からネタ取ったら何も残らないはずだけど今回は頼むだし。ゼット戦みたいなもんか。さすがに大前戦でネタはわかる人あまりいないと思う。7制圧したから、核は逃げたね。次はどこだ。北が危ないので、祈祷後補給して6兵。なんとか間に合ったけど、それほど敵の勢いがないような。また労働かもな。今さら3とっても意味がないぜ。何かしてくるならまた南かな。あと3分。長い3分になりそうだ。
礼を腹減ってる時、カップ麺にお湯を注いだ後かな。お前、お湯入れて一部たったばり方で食うの好きだろ。そうこうしてるうちに、7番が赤くなったね。最終決戦の予感。ここで角をさせれば相手の勝ち、守ればこっちの勝ち、か。その条件だけ見たら圧倒的にこっち有利だけど、慢心してはダメ、全力で参りましょう。そろそろ敵と勝ち合う頃だな。赤いのが来てたね。大角が下段でやってくれました。一晩っていうか一瞬だったね。コスト限定戦の字を。7番までに倍速。もしかして南と釣ってきた時の敵だったんぜ。確かに下が押し込まれてるけど、7も放置できないから死んでから行くよ。下はある程度人数が集まってきたので、予定を変更して3番兵。来てみたはいいけど、基盤に喧嘩を打ち合いなく帰りうちに。戦闘向こう相手に帝国強襲で喧嘩を打ったのが間違いだったな。下に補給が出たので、食事もで出力するよ。今回ほんと移動が多くて大変だな。相手側が下に南に揺さぶりをかけてくるけど、どうにか対応できてるね。人間の初期義務が一瞬で解けた。お前の仕業か。引き続き全力で来た攻めにしてるね。右ったら負ける。またしても進化系。あれ、クールはがない。ここで痛恨のクールタイム25秒。スーパードキドキタイム発動。初期義務の修理が終わるまでの間、神の視点をお楽しみください。下にネズミが見えたから迎撃兵。このゲージ差だと、バズーカ一発逆転もありうるからな。ちょっと殴られたけどギリギリでゲージ勝ってる。ネズミが倒れた時点で残り時間終了。ゲームセット。やりました。ふん、初優勝。おお。両軍ともに、超。お疲れ様。商品としてデラックス1枚をもらったけど、ガチバトルの結果得た勝利に比べたらゴミみたいなもん、だよね。というわけで今回はここまで、最後までご視聴。ありがとうございました。